クロスして田中近づいて山根が中に入る。山根を狙った、山根が折り返す、かかとから家永だ。お見事、深いところを川崎らしく崩しました。いろんなところに田中が来ます。お速いボールが来た。なんという2点目、また家永、田中のクロスも痛烈でした。さあ三笘いった、三笘がいった、もう一ついった、三笘のマイナス、右足やった、最後家永。これをシミッチカット、レアンドロダミアン、浮き球、家永ヘッド、先制、フロンターレうまく裏を取りました。家永、これもパスがルーズになってレアンドロダミアン拾う、家永、うわ見事です、0対2。あ、お手本ですね。はい、斜めの動き、これボールが来てシュート、まあ、こぼれてきた、そしてマイナスとボール、脇坂パスを選択、そして家永だ、見事先制、川崎フロンターレ。キーパーの逆、落ち着いて決めました。先制川崎フロンターレ。